どうも皆さんこんにちは、チャクバサです。本日はですね、MI カードと MI カードゴールドですね、最大3万円キャッシュバックキャンペーンがね、開始になっておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、こちらのキャンペーンですね、MI カード、MI カードゴールド新規入会者限定最大3万円キャッシュバックということで、今回ですね、かなり大きめのね、キャンペーンが来ましたので、これね、かなりいいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、私がね、発行してお勧めさせていただいているカードもね、この MI カードということで、今回のキャンペーンね、ちょっとね、研修が違うんですけども、今回ですね、ビザカードの MI カードと MI カードゴールドのね、キャンペーンという風になっておりまして、新規入会していただいて、またね、入会月の翌月までに Apple Pay を登録していただいて、よくよく待つまでですね、利用していただくと最大ね、3万円キャッシュバックっていう風になっておりまして、こちらのね、一般カードの方が初年度年会費無料、2年目以降550円の年会費、ゴールドカードの方が初年度から5500円がね、かかるクレジットカードっていう風になります。で、今回のね、キャンペーンの詳細なんですけども、まず入会期間が2023年の1月の18日から3月の31日までっていう風になっておりまして、キャンペーンのエントリーはね、不要っていった形になります。で、利用期間はですね、1月入会の方は1月の18日から3月31日、2月の入会の方は2月1日から4月30日、3月の方は3月1日から5月31日までっていう風になっておりまして、今月発行してしまうとですね、キャンペーンね、もう今日これ動画撮影してるの27日なんですけども、もう間に合いませんので、今回のこのキャンペーンで利用されたい方は2月以降にね、発行していただくのがね、おすすめっていった形になります。ですので、2月に発行していただいて、利用期間が2、3、4で利用していただくのがね、いいのかなと思います。で、今回のキャンペーンの特典なんですけども、最大入会後最長3ヶ月 10% キャッシュバックっていう風になっておりまして、上限がね、3万円っていう風になります。で、月の上限がですね、1万円までっていう風になっておりますんで、対象支払い金額は1月10万円で1万円キャッシュバックっていう風になります。で、条件はですね、先ほど言った通り、新規発行していただいて Apple Pay に登録していただいて利用していただくっていうね、キャンペーンになります。まあね、こんな感じのね、キャンペーンになってるんですけども、年会費ね、初年度無料のカードでもですね、今回のこのキャンペーンね、満額のキャッシュバックがね、受けられるっていう風になっておりまして、またね、利用していただくのが Apple Pay と登録と Apple Pay の利用っていう風になりますんで、またね、このキャンペーンですね、利用先はですね、ショッピング利用であればですね、何でも OK っていう風になりますんで、まあ、追加チャージとかですね、各種プリペイドチャージ、まあ、キャッシュとかメキシ M とかね、Apple Pay でチャージできると思うんですけども、まあ、こういったのもですね、対象っていう風になりますんで、かなりいいですよね。ですんで、まあ、簡単に言うと、1月、10万円チャージしていただければ1万円返ってくるっていうね、まあ、かなりいいキャンペーンですよね。で、一般カードとゴールドカードがですね、キャンペーン対象っていう風になりまして、このページからね、入会していただかないと、このキャンペーンね、対象にならないっていう風になりますんで、ゴールドカードの場合はですね、初年度から年会費がかかってきてしまうキャンペーンっていう風になるんですよね。で、私の動画でね、何回か紹介させていただいたと思うんですけども、これもね、MI カードゴールドのこちらプラスっていうクレジットカードなんですよね。このカードだと、このね、今回紹介したキャンペーンは対象にならないんですけども、初年度はね、あの年会費キャッシュバックキャンペーンが今やってるんですよね。こちらの場合は、入会後、5万円、翌月末までに5万円利用していただくと、年会費がキャッシュバックっていう風になりますんで、こちらね、1万1000円かかるんですけども、1万1000円ね、返ってくるって言った形になるんですよね。で、今回のキャンペーンはこのゴールドカードですけども、初年度から年会費がかかるっていう風になります。で、このね、ゴールドカードだと何がいいのかっていう話なんですけども、まずこちらのね、MI カードゴールドプラスの方はですね、こちら年会費ね、先ほど言った通り、初年度年会費キャッシュバックキャンペーンがやっておりまして、こちらね、プラスということで、ちょっとね、これに画像を出しておきますけども、三越伊勢丹で使えるね、クーポンが4200円分ね、送られてくるんですよね。で、こちらがね、利用することができるっていう風になっておりまして、まあ、それがですね、また羽田空港の第一ターミナルの伊勢丹の隣にね、カフェがあるんですけども、そこでね、一気に4200円分ね、使ったりもできますんで、まあ、サンドイッチからね、まあ、お酒とかまであるんですけども、まあ、そういった
ったものもですね、そのクーポン、まあ送られているクーポンですね、無料で利用することができます。またね、端数とかですね、なった場合は、普通にね、お釣りとかも出てくるんで、このクーポンね、非常におすすめなんですけども、MI カードゴールドプラスだと、そういったね、クーポンも使えます。またね、この MI カードゴールドプラス、またね、今回のこのキャンペーンの MI カードゴールドのクレジットカードは、羽田空港のね、ティアットラウンジが利用することができるんですよね。まあ、今回のこのキャンペーンでね、一番いいなと思った点は、このゴールドカードだと、ティアットラウンジがね、使えるっていう点なんですよね。ちょっとね、今回のキャンペーンだとゴールドカードね、初年度から年会費かかってきてしまうんですけども、このティアットラウンジっていうのは、MI カードゴールドだと、無料でね、航空券で、入れるラウンジっていう風になっておりまして、一応今ね、スカイチームの指定ラウンジになってると思うんですけども、めちゃくちゃ空いてるんですよね。はい。私もね、動画ずっと見ていただいている方はね、何度か登場してるので、見ていただけれてると思うんですけども、一応ね、JAL のファーストクラス乗った時に確か利用させていただいたんで、まあ気になる方はですね、内容とかぜひ見ていただければなと思うんですけども、まあお酒であったり食事、まあ食事内容に関しては、まあ確かに ANA ラウンジとかね、比べるとちょっとね、弱い部分はあるんですけども、まあ食事もありますし、シャワールームもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあプライオリティパスやね、羽田空港が使えた頃はですね、食事とかシャワーとかは ANA ラウンジで済ませて、まあお酒飲んだりするのはティアットラウンジみたいな感じで、まあティアットラウンジはね、本当にめちゃくちゃ空いてるんですよね。はい。ですんで、非常におすすめさせていただいているわけなんですけども、今回ね、このカードのね、キャンペーンが来たっていう風になりますんで、まあちょっとね、今回のキャンペーンだと年会費5500円かかって、初年度からね、かかってきてしまいますんで、まあどっちを選ぶかはですね、もうお好みになるかななんていう風に思うんですけども、このティアットラウンジっていうのはね、非常におすすめのラウンジっていう風になっておりまして、やはりね、空いているっていうね、贅沢はね、本当にめちゃくちゃいいので、私がね、利用してた頃とか本当にね、一人とかね、ゼロとかね、そんな感じでね、利用させていただいて、結構ね、スペース自体は広いんですけども、全然利用してる人もね、少なかったので、かなりね、おすすめのラウンジっていう風になるんですよね。またね、カードと航空券でね、入ることができるっていう風になりますんで、羽田空港から発着している LCC に乗った時も利用することができますし、ANA、JAL とかね、もう気にしないで、もうクレジットカードと航空券さえあればですね、こちらのラウンジね、入ることができるっていう風になりますんで、まあ、今回ね、このキャンペーンね、めちゃくちゃいいですよね。普通に10万円使ったら1万円返ってくるキャンペーンっていう風になりますんで、まあ、10万円も使わなくても別にいいんですけども、まあ、普段利用でですね、普通に使っていただければ Apple Pay で、はい、10% 返ってくるキャンペーンっていう風になりますんで、私もね、このキャンペーンね、利用したいなと思ってるんですけど、多分ね、私これ持ってるんでね、多分利用できないと思うんですけど、もしできそうだったらですね、一般カードの方はね、発行していきたいなと思います。ちょっとね、奥さんの方が、うちの場合はですね、Android なんで、今回ね、Apple Pay のキャンペーンなんで、ちょっとね、奥さんに発行してもらうっていうこともちょっとできないんですけども、ちょっと利用できそうだったらですね、私もね、利用していきたいなっていう感じですかね。今ね、いろんなものの値段ね、上がってきてますんで、まあ普通に 10% 還元っていう風になりますんで、まあ、Apple Pay だったらね、ほとんどのところで利用することできるっていう風になりますんで、このキャンペーンね、かなりいいですよね。ということで今回ですね、MI カード、MI カードゴールドですね、新規入会キャンペーン最大3万円キャッシュバックキャンペーンがね、来ましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いやー、めちゃくちゃいいですね。はい、ぜひね、ティアットラウンジね、利用されたい方は、ゴールドカードを発行していただくか、まあ、もしくはですね、こちらね、MI カードゴールドプラス、こちらね、年会初年度無料キャンペーンもね、まだやっておりますので、もしよろしければですね、概要欄にね、載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まあ、いずれにしてもですね、羽田空港を利用される方はですね、この MI カードのラウンジっていうのは、非常におすすめっていう風になっておりますので、ぜひね、一度でもいいので、利用ね、してみていただければなと思います。このゴールドカードはね、初年度から年会費かかりますんで、5500円だと思いますけども、まあ、ラウンジでね、5500円ってなると、まあ、2回か3回使わないとね、元が取れないっていう風になりますんで、まあ、ここはね、ちょっとお好みになると思うんですけども、ぜひね、検討していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。